どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらランキングダンジョン T4 杯をルートパズルのみで王冠圏内取れる編成紹介していきます。このランダン5上下で54体持ってればマジで誰でも 0.1 パー取れます。マジで、まあ54体のテンペレが組めればね、誰でも組めるですよ。パズル上手い下手なんて関係なくて、ルートパズルなんて猿でもできる、 AI でもできるんで、もうだからみんなルート覚えて54体持ってればルート 0.1 パーおめでとう。マジゴミランダンなんですよね、つまりゴミなんですよこんなランダンは。ただ今回の編成ですね、ちょっとハリスさんから編成をお借りして、5条0体です。5条0体で 23.4 万点のスコアを出せる編成紹介していきます。はい。で今回のランダンはめちゃくちゃ点差が離れるタイプのランダンで、王冠ボーダーと 0.1 パーのスコアで多分数万点は余裕で離れるんですよ。なんだろう、多分1位と王冠ボーダーとかだったら、多分もう10万点ぐらい、離れると思います。てか離れます、普通に。そういうランダンなんですね多分。なので今日はですね、このティフォン杯の王冠圏内を狙える5条0体の編成紹介していきます。もう一度言います、このランダンはクソですが、紹介してる編成は全部神なんで、マジで神編成しかゆうこるチャンネル紹介してないので、ぜひねやってみてください。それでは早速編成紹介していきます。まあ、ルートパズル、すなわち編成組んだら誰でも余裕でその欲しいスコアは出せますので、そうなんでね、ぜひやってみてください。今回ルートまで含めて全部紹介していきます。キラです。スキブにこちら、ウルトラゼロアイネオ継承ですね。はい。で、こちらウルトラマンベリアルです。スキブにスキブ潜在にエアリアル継承ですね。はい。でからのヨグ、スキブ、こちら戦況武器継承で、ヨグ、あ、イシスですね、イシス、こちらバルキリークレール武器継承です。ダイオアールでね、はい、ヨグ、スキブに戦況武器継承、そして最後ミラボレアスです。スキブ上限解放潜在にこちらヴァンパイアロード継承って感じになってます。まあということで今回はですね、こちらティフォン杯のランキングダンジョンの編成の方を実際に紹介していこうと思います。まずは立ち回りからやっていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。ヨグからのバルキリー使います。はい、こんな感じで L 字組み続けていきましょう。 L 字8セット組んでいきます。さあこれで一発殴りです。2階層ヨグからのバルキリー、いや間違えた、夜からのヴァンパイアからのエアリアル使いましょう。でも本当にルートパズル組み続けるだけなんで、ルート組んでいきます。さあ続きまして3階層です。ヨグからのバルキリー使いましょう。今パズルルートずれてミスったけど 8L 組むだけ、ナイスナイス。もう全然こんぐらいは大丈夫なんで、この辺強いんでね。4階層ヨグからのミラボからのヒーラー使いましょう。はい、8L 組むだけです。 OK、 これで倒していきます。そしたら5階層です。ヨグからのベリアルからのバルキリー使いましょう。はい、しっかりルートパズル組んであげて殴り 8L。そしたらラスト、ヨグ2枚目からのヴァンパイア使います。終わり。こんな感じでした。もう本当に 8L 組み続けるだけのランダンなんで、あとはもうこれでどれだけパズル早く組めるかだけです。もうそれ以外一切競う要素はありません。この遠征組めてれば、あとはどれだけ早くルートパズルできるかというだけになります。はい。でまあこんな感じやってもらえれば23万4千点くらいが簡単に出せて、しっかりスコア出せると。この 0.1 パーはね、初日に紹介してる編成なんで、それチェックしてほしいんですけど、もうこれでしっかりと破壊できる編成になっております。めっちゃ簡単じゃない？今のルートパズルもすっごいゆっくり組んでるんで、こんだけゆっくり組んで23万4000点で王冠取るんだったらもう十分ですし、なおかつ5条0体でね、すごい強い編成なんで、ぜひ組める人使ってみてください。それではルートパズルの説明をねやっていこうと思います。3パターンルートパズルがあって、まあ、厳密には4パターンあるんですけど、覚える必要があるのは3パターンで、そのうち1パターン目は覚えるの必須とかいろいろあるので、1個ずつ話していこうと思います。ではルートパズルやっていきましょう。
ごめん、ルートパズルの前に代用だけ先に話していきます。まずゼロは4ターンヘイスト武器ですが、別枠で光の L 字を補う必要がありますので注意してください。光 L 字が必須になります。はい。で、エアリアルに関してですね、エアリアル武器に関しては4ターンヘイスト武器で問題ありません。4ターンヘイスト武器使ってあげてください。で、続きましてこちら戦況ですね。戦況はL 字とスキル重めの武器で OK です。はい、L 字とスキル重めの武器で代用できます。で、バルキリーに関しては、スキル軽い回復を闇に変換してくれる武器ですね。で、フレンドのヴァンパイア武器に関しても同じく回復を闇に変換してる武器ですが、ここで闇のコンボ強化を補う必要があります。で、ベリアルは7ターン以内の遅延スキルですね。はい、ベリアルね、これね、3ターン遅延、5ターンで使えます。7ターン以内の遅延スキル、1ターン以上で大丈夫です。1ターン以上の遅延スキルです。で、エイシスはスキル軽いキャラと、なおスキル軽いキャラですね、なおかつ3色攻撃持ってるキャラを代用で使ってください。まあ、これは PDC 使ってね、各自ね代用探してねやってもらうのが一番早いと思いますが、まあ、ちょっと一応なんていうの、一例としてこんなキャラ使えますよって紹介だけしましょうか。それではまずは4ターンヘイストからですね。はい、4ターンヘイストは普通にこうやって4ターンヘイストで調べれば出てくるので、好きな武器使ってください。もうまさにこんな感じで、はい、標高アーニャゴッ、アーニャちょっと、いやでもアーニャもいけるか別に、標高アーニャゴッドガンダムね、ウルトラマンゼロで、大石ギョッコエアリアルで、まあ、サイクロン号クーバーシェンルークのライトセーバー善逸武器ノバミルコ、ハクロウ、ウルトラマンウルトラセブン装備スザックデッドプール、ゲームエンペラー、ゲームエンペラー、カーリー、シガラキ、ランガ、ミリムリムル、セルティ、そしてまあ、花嫁白ですかね。ここら辺が代用として使えますので。で、まあ、ここまでは普通に4ターンヘイスト武器で代用で大丈夫で、次に戦況なんですけども、戦況は L 字武器で、なおかつ重めの武器が使えますので、ここら辺、嫉妬の鍵、マイネ、ラージャン、ウルカ、パネラ、ディッシル、火のヘラルナ、すべてスキル1ですね。ここら辺までが使えます。持ってれば一応ゼロとかも一応いけますけど。L 字とスキル重めの武器でいいです。まあ基本選挙でいいんですけどね。で、一応ゼロ武器代用してる方いると思うんで、ゼロ武器代用してる人絶対注意してほしくて、ゼロ武器代用してる人は戦況武器を1枚絶対に代用必須でしてください。戦況2体持ってても代用必須です。で、ヨグの副属性をね、光にしてあげることで、光エルジを補う必要がありますと。そう。だから、嫉妬の鍵、マイネ、ラージャン、ウルカ、パネラ、ディッシル、ヘラルナまでですかね。ここまでの武器をヨグにつけてあげることで、光エルジ実装できますので、問題なく代用できるという感じになっています。ゼロ武器代用してる人はね、今の説明もう一回ちゃんとね、分かっといてね。絶対に選挙1枚を必ず代用というよりかは、1枚変える必要があります。必須で。代用じゃなくて変えなきゃダメです。1枚はね。で、光エルジ確保してもらえれば、今はね水属性付与で無理やりね攻撃枚数減らしてるんですけども、普通にただの L 字武器になってくれて、水のね、光の副属性が返ってきますので、それで光の L 字対応できるって感じです。ほんでバルキリーに関してはもう普通にヴァンパイア使ってください。もう別にバルキリーはヴァンパイアでいいです。はい、これねデュークマント持ってると思うんで、みんなてか作ってください。持ってない人は普通にデュークマントヴァンパイア装備で代用してもらえればいいかなと思います。はい、まあイシスの枠を3ターン以下のキャラにしておけば別に代用というか、まあ、普通に使えますので、バルキリーはヴァンパイアで OK で、でヴァンパイアに関しての代用はまあ徳川ですかね。てか徳川しか多分いないんじゃないかな。どこだこれね、この徳川です。落ち込んなしダメージ無効貫通上限60億ロック解除回復を闇に変化が3ターンで使えて、もうスキル処理めっちゃ重いっすけど、まあ一応代用する場合はまあ徳川が使えます。まあというかフレンドに借りてもらえればいいかなと思います。ルートパズルなんですぐ終わるんでね。はい、で次にベリアルですかね。はい、ベリアル7ターン以下の遅延スキルです。で代用する場合はまずマージョリードですかね。マージョリードが代用で使えるますね。はい、使えますね。あとはまあキュベレーとかですかね。てかここら辺ですね。スキブ級で7ターン以下の遅延スキル持ってるキャラなんで、マージョリードとかキュベレーとかがおすすめです。はい、どちらもねスキブ潜在必ずつけてくださいねっていう感じです。では最後にイシスの代用としては、まあそれこそディーナとかヨルユリとか、まあ織姫飛行士ちょっと重すぎますね。うん、スチミカドとか、まああとは、ポップとかですかね。ここら辺のスキルブースト4つ以上持っていて3色攻撃強化を持っているキャラと代用してあげてください。正味何でもいいので、ここはうん、スキビオンの3色攻撃持ってるキャラクターで代用してもらえればいいかなという感じになっております。はい、まあ、という感じでした。
まあ、ここら辺が代用の一例になってますので、まあ、PTC 叩けない人は今の動画ね、ちょっと見直してあげて参考にしながら代用してください。それではルートパズルやっていきましょう。さあ、ということでルート紹介していきましょう。まあ、よくからのミラボ使うまでは一緒なんですが、まず1パターン目のルートです。これ必須です。絶対覚えてください。いきます。ここから始めて、まずこの色ですね。この色を右に持っていきつつ、この色をここに持っていきたいんですよ。なので、こうします。これでもうね、やりたいことできてて、次にこの水をこんな感じで組んであげて、で、下で3個作ります。で、あとは、この余ってるところから持ってきて、光エール熟む。俺の説明が終わってるんだけど、まあ、こんな感じで8エール組める配置になってます。ちょっと練習アプリで紹介していきます。まあ、この配置なんですけど、ちょっとこれ適当にね、お邪魔にしときますが、ここまではもう一緒なんですよ。ここから、これをまず、こう持ってってあげて右に。で、上のお邪魔ドロップの位置にあるドロップをここに持っていきます。もうこの配置までをまずは覚える必要があって、ここまでのルートを絶対覚えてください。これを右に持っていって、なおかつ左に持っていく。もうここまでのルートが結構一番このルートパズルの肝なんで、ここまで覚えるのが一番大変なんで、これをまず最初ね、ちょっと多分ね、5分ぐらいかかるんですけど、覚えてください。これね、意外と覚えるの大変なんで、これをね、右に持っていって、なおかつ上を左に持っていく。そしたら、こっからは実は意外と簡単で、まずこのね、1個持ってった、このお邪魔ドロップありますよね。これを、この L 字の角にこうやって置きます。で、それに合わせるように、ここに火を置きますと。そう。まだここまでこんな感じね。ここから、これをね、組んであげて、で、なおかつ、ここに持っていきますと。そしたら次に右下で3個区切るようにパズル組んであげてください。大丈夫かな？いけてるかな？右に持ってって、上の左に持ってって、そしたらこのお邪魔ドロップの位置にあるドロップを角に持ってってこうしますと。そしたら次右下で3個分割して組んであげたら、次ですね、この光3個浮いてる部分ありますよね。ここをこうやって回収しますと。で、次、もうここはね、ルートというよりかは L 字を組む意識で組んでもらえれば大丈夫なんで、ここで L 字を組みます。そしたら最後、この L 字の一番端に火を配置する。これがルートになっております。はい。とにかく最初まで覚えるのが絶対大事で、ここまでをね、頑張って覚えてもらえれば、あとは次こうやって火分割してあげると。そう。でそしたら光3個回収して、そのうちの2個を使って L 字を組みます。はい。で、火を配置する。という感じになっています。後半は意外と、火の3個消しを分割するっていうのと、左下の1個離れたところから L 字を組むって意識持ってもらえればやりやすいと思うので、とにかく最初のこのルートですね、ここまでを頑張って覚えてもらって、まあ、あとは練習してもらえれば、まあ、普通に組めるようになるかなと思います。多分大体5分ぐらいあれば、ここはルート覚えられるかなと思います。これが1パターン目のルートの組み方ですね。はい。で、まあ、上が闇の場合は、今と同じルートでいいので、特に覚えることはなくて、もう本当にこのルートを組むだけなんで、一緒です。はい、これで組めますと。で、次に、下が闇の場合、ルートがちょっと変わります。こんな感じなんですけども、この場合は、この闇ドロップをここに持っていきたいんですよ。なので、ここから2パターン目のルート解説になるんですけども、この闇を左上に持っていきます。なので、ここから始めるのは変わらないんですが、このお邪魔を先にもうね、右に寄せて、闇を無理やり上に持っていきます。こんな感じで。最初のルートが変わるんですよ。さっきは、ね、あれでしたけど、ここから、まず上に闇を無理やり持っていきます。そしたら次に、このお邪魔をね、さっきの配置と同じように L 字の角に持っていきたいので、意識してこうやって組みます。これはね、意外とね、1パターン目覚えた後にやってもらえれば、あ、なんだそういうことかってなると思うんで、1パターン目覚えてからやってほしいんですけども、無理やり闇を持っていきたいんで、ここからお邪魔右に持ってって、無理やり闇を上に持ってってから L 字の角に置きます。でもここから覚える必要ありません。さっきと一緒です。やばい、めちゃくちゃずれてる。まあでもこんな感じでさっきと一緒になります。はい。なんで、この闇が下に1個ある場合は、とにかくこの闇を上に持っていきたいので、こうやって無理やり組んでから、ここまで覚えてもらえれば大丈夫なんで、2パターン目はもうこれだけですね。はい。お邪魔右に持ってって、闇上に持ってって、こうしてあげる。ここからはあとは全く一緒のルートですので、1パターン目覚えていれば組めると思います。だから2パターン目と言いつつもそんな難しくなくて、まあ、ここまではだから覚えておきたいかなって感じですね。はい。お邪魔持ってって、闇上持ってって、はい、こうやって組むだけです。とにかく1パターン目覚えればこれも十分組めると思います。で、次に最後ですね、3パターン目。このパターンいきましょう。まあ、最後覚えなくていい3パターン目いきます。これマジで覚えなくてもいいけど、一応ね、紹介しておきます。闇2個の場合のパターンですね。
このね、1個離れたとこから3パターン目を始めます。はい。で、まず、光を2個下にずらしてあげる。まあ、さっきと同じ配置を組むんですけども、ここまでは変わらず、次に闇3個を、火3個をこうやって並べます。ちょっと説明下手だな。こういう配置じゃないですか。ここから、まず光2個ね、下にずらして、火3個こうやって縦にしますと。そしたら、このまま、火を2個だけ下にずらしてあげて、右側で、との逆側みたいな、形を組みます。ここまでです、覚えるのは。はい。もう一回いきますね。光こうしてあげて、火をね、3個縦にしてから、2個こうやって組んであげて、T 字組みます。で、あとは、下側で3個配置組んで、左側で L 字組んであげて、このいつもの配置にするだけ。これで 8L 入りますので、まあぜひ覚えてみてください。ここから始めて、こうして、こう。まあちょっとこれは覚えなくてもいいので、別に、あれですけど、まあ余裕があればぜひ覚えてみてください。まあもう本当にどっちでもいいです。はい、まあという感じがね、ルートパズルの3パターン目でした。最後ゆっくりやりますね。ここまでぜひね、覚えてみてください。あとは一緒なんでね。まあイメージとしては、ちょっと1個離れたとこからね、パズルするんでややこしくなりますけど、結局光ずらすのも変わってないですし、この火のね、3個縦に並べて、こう2個だけ下にずらしてあげて、右側でとの逆側を作るような感じで組んであげればいいかなと思います。ルートというよりかは配置で覚えた方が楽なんで、ぜひ頑張ってみてください。まあという感じで今回のルートパズルの3パターンでした。まあ正直、ルート覚えれば誰でもね、王冠取れるランダンではありますので、ぜひともね、ルート覚えて頑張ってみてください。まあということで今回の動画は終わりになります。ぜひよろしければですね、参考になった人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。